皆さんこんにちは、ニールセレクトショップの玉江と言います。私たちはインターネットで腕時計の販売しています。主に国産の腕時計が得意ですけれども、舶来の時計なんかもね、一部扱ってますので、ぜひご覧になってみてください。このニールチャンネルではですね、腕時計のご紹介をしていくんですけれども、新作の紹介とか、それからまあ今日なんかはね、めちゃめちゃ売れてて、これめちゃめちゃ売れ筋ですよみたいなご紹介とか、新しい機能のこととか、皆さんが腕時計をお選びになるときに参考になる情報をね、ご提供していけたらいいなというふうに思っています。よろしくお願いします。今日はですね、シチズンのアテッサですね。アテッサってまあメンズの腕時計なんですけれども、の中でも今めちゃめちゃ人気でね、評価されているアクトラインっていうシリーズから、こちらは広告モデルかな、PR にも使われているようなモデルを2つご紹介したいなと思っています。そもそもアクトラインって何やねんという話ですけれども、まあ、アテッサって今年35周年なんですよ。1987年に誕生して、チタンですね、これチタンなんですけども、アテッサって全部チタン製なんですよ。でシズンってチタンの加工とか、チタンの製造とか、すごい技術があるんですけど、ずっとチタンと一緒にアテッサが35年間歩き続けてきたんで、チタンに対しての情熱というか技術革新がすごい進んでるんですよね。でこれはもちろんチタンなんですけど、チタン製のメンズの腕時計としてアテッサはずっと進んできたんです。電波時計とか、まあ、エコドライブもちろんですよね、シズンから。で電波が搭載されたり GPS が搭載されたりしながら進化を続けてきたんですけれども、まあ、昨今のね、この働き方とか価値観ですよね、若い人たちの価値観がどんどん変わってきてるんじゃないかということですね。例えばですよ、スーツなんかも着ないスタイルがすごく今中心になってきてますよね。スマートカジュアルっていうんですか、昔はあのオフィスといえばみんなネクタイ締めてスーツ着た男性が働いて、ね、女性ももうちょっとカチッとしてたんちゃうかな。今ってもっとカジュアルで、例えばスニーカー履いてたりとか、チノパンにジャケットとか、もうジャケットすら着てないとか、パーカーとかね、あとはもう通勤スタイルも自転車で通勤したりとかね、アクティブに、そういう方がすごく増えていて、まあ、そういう価値観になってきてると。いやそれに合う時計ってどんなんっていうので、まずスタートしてるんですよ。もともとアテッサをご愛顧いただいていたですね、主にビジネスマンたちですね、ビジネスシーンで主に愛されてきたアテッサをもうちょっとこう幅を広げてね、カジュアルなシーンであるとか、ビジネスの中でもそういうスマートカジュアル系の方々であるとかにも受け入れてもらえるように、ちょっとこうデザインを一新してシンプルにね、まず生まれ変わらせたと。そう、シンプルでいて力強い、そして躍動感にあふれるような、そういうデザインのシリーズとしてアクトラインが誕生したんです。アクトラインのアクトってほんと何やねんっていう話だけど、まあ、これは造語です。アクションとかね、アクティブとかアクティベートみたいなところの最初についてる ACT ね、これを持ってきてアクトラインと。だからアクティブに活躍するビジネスマンとか、それこそカジュアルなスタイルを好む学生さんとか、そういう方々に受け入れてもらえるんじゃないかなというデザインになってますね。両方ともエコドライブ電波時計です。地上波の電波を受け取るモデルね。ブラックの方が AT8185 の 62E ですね。スーパーチタニウム製で、デュラテクト DLC ブラックですね、ダイヤモンドライカーボンで表面処理の加工ですけども、のブラックモデルですね。こちらがですね、メーカー希望小売価格143,000円なんですけれども、ニールの特別価格ですね、これめちゃめちゃお安くさせてもらってます。10万円飛んで100円ですね、税込みです。でシルバーの方、これグリーンの文字盤がね、なかなか特徴的で、本当にね、こう多様性を求められるこれからの社会にぴったりな感じのカラーリングやなというふうに思うんですけども、こちらももちろんチタン製スーパーチタンニールですね。品番が AT8181 の 63W ですね。こちらも表面加工としてはデュラテクトカーバイトのシルバーということになってまして、表面強化処理されてます。でお値段の方がですね、こちらシルバーの方はメーカー希望小売価格が11万円税込みね、のところをなんとニール特別プライスは77,000円です。もう8万円切っちゃったんですね。新社会人の方とかビジネスマンでもまだお若い方にも十分手が届く価格帯になってると思いますし、デザイン的にもシンプルで力強くて、若い方にね結構ぴったりなデザインじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひご検討ください。ではですね、ちょっと詳細こだわりポイントですね、デザインのこだわりポイントを一緒に見ていきたいと思います。
はい、ではまずブラックの方ですね。 AT8185 の 62E です。チタン製ですね。こちら本当にね、あのめちゃめちゃ大人気のモデルで、入荷しては欠品して、入荷しては欠品して繰り返してるんですよ。めっちゃ売れてますよねこれ。まあ分からんでもないですけどね。これで10万円お値引きさせてもらってるんで、リーズナブルにね、お買い求めやすいように、ニールではこれ10万飛び100円で売ってますので、でケースサイズこれ42mm、 それから厚みが 10.8 ですね。エコドライブ電波時計になります。サファイガラスですよこれ、もちろんね。でクラリティコーティングも装飾されてるんで、無反射のコーティングですね、クラリティコーティングって。なのでもう文字盤ないみたいに見えますよね。でこのブラックカラーはここのね、竜のところにオレンジ、それからベゼルのね、下のところにこのオレンジ、秒針もオレンジと、であとはちょこちょこね、あちこちにオレンジの差し色が入ってて、遊び心じゃないけどね、デザインのインパクトになってますね。このプッシュボタンのね、デザインもね、アクトラインということで、軽快さをねちょっと感じれるようにということで、形状がねスポーティーな感じですかね、なってます。61にこれインダイルあるんですけどね、61のこのリング複数のパーツをね貼り合わせてるんですよ。細かいとこないけど、これですごくね動きのある表情になるんですね。細かいとこまでこだわり抜くのがやっぱシズンのマインドやなというふうに感じますね。ドラテクト DLC でブラックカラーにこう加工されてるんで、表面仕上げね、傷がつきにくい硬く表面仕上げしてるんで、この輝きがね素晴らしいなと思います。この辺のね細かいことやけど、ケースのね足につながるところの加工の技術とかデザインとか、すごく綺麗じゃないですか。なんかソリッドで削ぎ落とされたようなね感じの表情してますよね。まあ大人気な理由が分かりますよね。はい、つけてみるとねこんな感じですね。42mm やから多少主張してきますね。厚みは 10.8 でそこまで厚くないですけども、あとまあチタンなんでね、軽くてつけ心地はすごくいいと思います。で金属アレルギーの人もチタンやったらアレルギー出にくいんで、あのぜひ金属アレルギー時計つけにくいなという人も候補の一つに入れてもらえたらいいなというふうに思います。ワールドタイム機能ついてますんでね、はい、こちらがグリーンのカラーリングですね。ブラックもいいんやけどね、シルバーの方がこうよりねこのソリッドに加工された造形美がすごく際立つんですよ。チタンとは思われへんよね、こう買った買ったチタン、こんなにね簡単に加工できへんのですかね普通は。でこのグリーンの文字盤がね、またひときわどうやろうな、カジュアルというか、ちょっと人と違う印象のものを身につけたい方にはぴったりかなというふうに思います。アクセントとしてね、秒針にレッドが入ってたりとか、ヒューズの部分にもちょっとレッドが入ってますね。これはブラックと違ってデュラテクトチタンカーバイトっていう表面処理されてるんです。硬く加工して傷がつきにくいと、そしてこの輝きを与えるんですね、表面処理で。綺麗な造形美ですね。コマの一つ一つまでこだわって、ね、作ってるのよくわかりますよね。はい、つけてみるとこんな感じですね。グリーンのダイヤル、なかなかおしゃれで、ちょっとパッと目を引きますねこれは。テスラの時計はフィットアジャスターっていうのついてて、このバックルのね両方のボタンを同時に押して引っ張るとちょっと出てきたり入ったりするんですよ。5ミリか7ミリぐらいかな。ちょっとね夏場汗かいてきて気持ち悪いなっていう時に伸ばしたりとか、夕方ぐらいになってきてね、若干その手首むくんできてきつなってきたという時にちょっとこう伸ばしたりとかっていう風な微調整がね簡単にできるんで、すごくユーザーに優しいというか、ユーザーのこう使ってるシーンをねきちんと想像しながら開発されているってことがよくわかる機能ですよねこれって。ちょっと両方カラーリング見ときましょうか。ブラックとグリーンですね。ブラックの方は10万飛び100円ですね。グリーンの方はお安くなっていて7万7000円でご提供させてもらってますんで、ぜひご検討ください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。アクトラインですね、アクトラインの一番人気モデルを今回ご紹介させてもらいました。ブラックとねシルバーとあります。シルバーの方がちょっとちゃうね、結構安いんでお買い求めいただきやすいのかなと思いますけれども、こだわり抜いたこのオールブラックのね、ドラテクト DLC のブラックですね、こちらもなかなか身を引くデザインになっていると思いますので、ぜひぜひご検討ください。他にもこんな時計紹介してほしいとか、今回のまあこの動画に関するコメントなんかももしありましたらですね、コメント欄にぜひお書き込みください。それから高評価ボタンとねチャンネル登録もぜひぜひお願いしたいなと思っています。これからも皆さんにとって参考になるね情報をどんどん配信していきますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。さよなら。もともとそのシーズン、メジャーシーズンじゃない、もともとアテッサをね、もともとアテッサ、喋られへん。神やで。